どうしたの、人カイトだ、どうもちです。ちょっとね、家のクローゼットを開けたらですね、これを発見したんですよ。何ですかこれは。これですね、俺が生まれた頃から家にあるゲームなんですけど、はい、正式名称分かんなくて、はい、うちではずっとチンゲームって呼んでます。で、なんでチンゲームかって言うとですね、それがこのカードゲーム、ボードゲームのルールから来てまして、中に入ってるものがまずこのピエロのカードと、あとこのチーンなんですよ。おっぱいにしか見えない。で、まあルールなんですけど、まあこういうニコって笑ってるピエロの、まあいろんな色のピエロがいるんですよ。で、あとはまあこうハゲ上がってる、うんって顔してるピエロがいるんですね。まずこれを全員に配ります。で、これ配りました。いや、見ちゃいけないの、俺は。じゃあダメです。これは見ないで、うん、まあこう順番に出していきます、こうやって。順番に。はい。で、これで今茶色いピエロが被りました。そしたら被った瞬間に全員一斉にゴッ。なるほど、いいね。で、一番早かった人がこれを総取りできます。おお。手札に加えられるんですね。で、最終的に手札がなくなった人から負けていきます。なるほど。あー、勝ち残り方式ですね。はい。で、基本こういうルールです。先ほどいたこの笑っていない悲しい顔をしているピエロ、こいつがフェイクです。で、これがある状態で、例えばこの黄色が、ね、出ますね、こうやって。そしたらこう、あっってなるんですよ、うん、で、押しちゃったらお手つきで全員に1枚こう、自分から配らなきゃいけないっていう。あー、なるほど。ルールでございます。なるほど。以上です。落ち込んでるやつが2体それ続いたら別にいいんだよね。それもない。それダメなの。笑ってるやつが2体じゃないといけない。そう。あ、というわけで、今回は実家に眠っていた謎のチンゲームやっていきたいと思います。やっていきましょう。はい、やりましょう。よし、いきます。ああ、お手本のような。あー、こいつ、うざい。一枚配ってください、全員。ありがとう。仕方ない。はい。これはハンデだよ。負けたら、あ、やばい、それは。負けたら1週間、ツイッターピエロにしよう。あ、いいよ。アイコン？あ、どっちにしろあれか。おめぇ。あぶねぇ。なんでなんで。あぶない。ほんとに色彩が弱いからさ、これが一緒に見えちゃったんだよね、一瞬。いきます。あ、こっちでもいいのか。そうだよ。ああ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 あ隣じゃなくてもいいんだ。やばいぞ、俺もあと4枚しかない。やばい。あー、いやいよ。やばいよ、マジで。やばい、これもやばいぞ。あー、よっしゃ。生き延びた。生き延びた。弱すぎる、色がマジで。あれか。あー、もう、やばいんじゃん。やばいんじゃん。あ、とりあえずビリにはなりたくねえ。これでモッチの場合は次自分の手が回ってるまでチャンスがある。ああ、なるほど。叩いとけ的な。終了っていうやつね。で、こっからもう頂上決定戦が始まってるから。これはだから、春樹が出した時点でなかったら負け。あれか。はい、終わった。俺の、俺3位。でかいの持ってかれちゃった。いや、長い戦いになるぞ、これは。絶対に勝ちたい。あーい。あー、
超テンポいい。やばい、やばい。よし、まあ、まあ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 、まあ、でも少ないなあ。テンポアップするか。あ、そうだな。うるせえピエロ。でも、もう決定。あ、そうだよ。二回もない。なに。おい。あ、やばい。やばい。よし。よーし。あ、ちげこみじゃん。生き延びている。生き延びている。生き延びてた。ラスイッチ。よーし。